南富士グループプレゼンツ Transform Yourself。 このコーナーでは今まで通り仕事や生活のスタイルを変えないままで頑張るもよし、また趣味とのバランスを取るのもよし、起業するのもよし、副業するのもよしといういろんな選択肢があるんだよということを、特に 30-40 代の皆さんに知っていただきたいと思ってやっております。そしてこのコーナーを通じて自分より自分らしいライフスタイルを築いてほしいなというエールも送っています。はい、今週も自身での起業を踏まえ1000社を超える様々な企業をサポートしてきた南富士グループの公認会計士で理事長の大場貴彦さんと一緒にお送りしていきます。はい、大場さん本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、さあ第21回目のゲストはシニア層が働き続けられる環境を作るべく、シニア層に特化した顧問サービスを展開している株式会社ビヨンドエイジ代表取締役の市原大和さんです。市原さんと大場さんには SBS の東京支社スタジオにお越しいただいております。改めまして市原さん、そして大場さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。大場さん、まずはじめに市原さんとのつながりについて教えてください。はい、彼とのつながりはですね、私の高校の後輩が、市原くんと大学のサッカーサークルが同級生ということですね。あ、サッカーされてたんですか。そうなんですよ。そうなんですね。それで紹介をしてもらって、ぜひおばさんと気が合うからということで、ホイホイとついていったところに彼がいたと、うん、なるほど、そしてもう気がバッチリあったってことですね、そしたら、バッチリなので今日出演いただきました失礼しました。では市原さんが現在代表を務めていらっしゃるビヨンドエイジの事業内容について教えてください。はい、ビヨンドエイジはですね、シニアのセカンドキャリア支援という形でですね、独立伴走アカデミーという独立を、する研修ですとか、あとは、メディアですね、シニア独立100万人というメディアをやったり、あとはそのシニアが集まるコミュニティ、コモンサロンというコミュニティをやったりですとか、あとはその独立後の方々に仕事を斡旋するその顧問サービスですね、なるほど、ところをやっておりまして、シニアに特化して、向き合ってますよね。はい、そのセカンドキャリアっていうのは本当定年をされた方とか、もう一個終わった方が次のステップどんなことをやろうかっていうのを相談とかも受けてるってことなんですか、市原さん。はい、おっしゃる通りですね、基本的には60歳以上の方が多いと思います。はい、そっか、だから本当にこれからね、はい、それこそ、高齢化っていうふうにすごく言われてるじゃないですか。だからそこに目を向けて、そういう人たちが迷子にならないようにとか迷わないようにいろいろサポートされてるってことなんですね。そうですね、おっしゃる通りです。すごい、はい、で市原さん、現在は株式会社ビヨンドエイジの代表として活躍されていらっしゃいますが、この起業に至ったきっかけとか今まで経験したキャリアについても教えてください。はい、起業に至ったきっかけというのは、もともと小さい時からですね、自分で事業やりたいという思いがあったので、それを、最初は新卒で会社員になったんですけれども、はい、いつかは自分でという思いがありまして、35過ぎてそろそろかなというふうに思いまして、自分で起業をしております。で、新卒ではその、東京海上日動っていう損害保険会社に入社をしておりまして、そこで15年働いて、3年前に独立起業をしております。へ、そのでも新卒で東京海上と超大手の企業に入社して働いてて、でその後こう方向転換というか変えた、独立したいとか事業をやりたいという気持ちはあったにしても、きっかけみたいなのはあったんですか。そうですね、なんですかね、管理職に、なるかならないかみたいなタイミングで、いろいろこう組織人として生きていくのか、あるいはこう子として生きていくのかの選択をやっぱこう求められた時に、自分は組織人としてではなくて子として、生きていくっていう選択を選んだっていう感じですかね。そっか、もうそういうタイミングもあって、その独立、ただそのシニア層をこうメインに考えているというのは何かあるんですか、その理由みたいなのは。そうですね、私自身がですね、東京海上時代に3年間エジプトカイロに駐在をしておりまして、外からこう日本を見た時に、日本ってすごいいい国だなというふうに思って、日本をより良い国にしていきたいなっていう思いが、愛国心みたいなのが強くなってですね、で日本帰ってきた後に、日本をどう、活性化させるか再生させるかっていうのを考えた時に、シニア層が、
まあ、元気がないよねと、なんか60定年迎えてなんか終わったみたいな感じで過ごしている方が非常に多いなと思ってまして、一方で人生100年時代って言われている中であと40年もあるのに、なんで自分で自分の人生を終わらせちゃってる人がこんなにも多いんだろうということに疑問を感じてですね、ここをきちんと働き続けられるようなまあ仕組みとかビジネスっていうのをまあきちんと立ち上げて、まあシニアがもっと活性化するっていうことができれば、まあ日本もより活性化するんじゃないかというふうに思って、そこに今フォーカスして事業をやっております。なるほど。では今後の会社の展望とか将来について教えてください。そうですね、我々私が今41なんですけども、はい、まあ、私が60歳、まあ、シニアにこうなるっていう60歳までのタイミングに、まあ、時価総額というか企業価値で1兆円になる会社を作りたいなというふうに思っていて、はい、まあ、その過程で、まあ、5年後に上場を目指して今は一生懸命やっております。頑張ってますね。すごいな、はい、なんかでも本当その海外の経験とかも全てこう自分の身に入れて、うん、で新しい一歩を踏み出して今こう展開してて、うん、ちゃんと5年後も考えてここまで行きたいっていう目標もあるって素晴らしいですね、うん、素晴らしいですね、ありがとうございます。でちょっとプライベートな質問なんですけど、大学までサッカーをされていたということなんですが、うん、市原さん、サッカーといえば静岡ということで、静岡にまつわるサッカーのエピソードってあります？何か。そうですね、基本的にそんな ないかもなとか思ったんですけどただその大場さん先ほどお話ありましたけど、大学のサッカーサークル時代に、はい、まあ、清水東高校出身の、うん、まあ、方がいてですね、僕は右サイドハーフだったんですけど、はい、まあ、右サイドバックその藤原ってやつがいて、それが清水東だったんですけど、はい、その2人でよくタッグを組んでやっていて、うんうん、はい、まあ、サッカー同好会日本一を目指してやっていたので、はい、まあ、今でも付き合いありますけど、へー、面白い。そこから大場さんにつながっていくわけですもんね。だってね、そうです、私は常にホイホイとついてきますんで、うん、やっぱりその藤原くんというのは清水東高校出身ということで、サッカーがめちゃくちゃ上手かったんですよね、うん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 、なので、まあ、それでやっぱ静岡ってサッカー上手いやつ多いなっていうやっぱサッカー王国のイメージありますよね、静岡って。ありますね、はい、さあでは最後の質問を大場さんの方から投げかけていただいていいですか。はい、毎回この言葉をゲストの質問に投げかけているのですが、市原さんにとっての自分らしいライフスタイルとは、うん、自分らしいライフスタイルって難しいですけど、うん、なんですけど、自分が正しいと思った道をまあ、突き進んでいくっていうのがすごい大事かなと思っていまして、まあ、周りからいろいろ言われたりとか、まあ、今こう環境をちょっとここから抜け出すの難しいよとか、いろいろこう周りのことを言い訳にしてこう一歩踏み出せない方がすごい多いと思うんですけど、なんか自分らしい、自分が正しいと思う道をまあ一歩踏み出してみる、まあ、チャレンジしてみるっていうことがすごい大事かなというふうに思ってて、特にまあシニアの世代でもそれは言えるかなって思ってます。なるほどね、まあ、セカンドキャリアとか次のステップに行くときは本当に自分を信じてちゃんと本当踏み出した方がいいってことなんですね、うん、そうですね、なんかいろいろシニアの方も不安だとかリスクがあるって言って一歩踏み出すのがこう躊躇する方非常に多いんですけども、はい、まあ、我々はそれを背中を押してあげるようなことをしてるんですけども、もっともっとチャレンジするシニアが増えるとより日本が変わる、再生されるんじゃないかというふうに思っております。もうビューンも応援していくので、もう頑張ってシニア盛り上げていきましょうね、みんなでね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ次回、ありがとうございます。次回も大場さんが今までにサポートしてきた企業の方などさまざまな分野でパワフルに活躍されている方をゲストにお迎えして、静岡がより元気になれる情報をお送りしていきます。はい、今日第21回目のゲストはシニア層が働き続けられる環境を作るべくシニア層に特化した顧問サービスを展開しています株式会社ビヨンドエイジ代表取締役の市原大和さんでした。市原さん、ありがとうございました。市原さん、ありがとうございました、はい、次回の放送は6月8日土曜日です。次回のゲストはベンチャー企業向けに人事制度の設計サービスなどを展開されている答える HR 代表取締役の小林博樹さんです。はい、またこのコーナーはインターネットの音声配信サービスポッドキャストでバックナンバーを含め配信しています、うん、Spotify、Amazon、Apple のポッドキャストサービスでアルファベット南スペース富士で検索してみてください。サタデービューンの X にリンクをポストしておきますので皆さんぜひお聞きください、はい、以上南富士グループプレゼンツ Transform Yourself のコーナーでした。